前回のあらすじ、僕たちはついにネザー要塞攻略に出発しました。たくさんのブレイズを倒した僕たちはついにシャドルを発見、ネザーボートもゲットしました。無事にネザー要塞から脱出できるのでしょうか。後編スタートです。コロネコラ、ちょっと待って、僕歩けないんだ。で、こっちはあれだということですね、マグマでした。なあなあ、さっきのところ行ってなかったから行こうよ。え、じゃあここのエリア終わりじゃん、もう。違う、あの、ダイヤモンドあったところ。またマグマだ。どこだったっけ。またマグマ。多分な、あそこのところ行ってなかった。あ、本当だ、まだあるや。待って、マグマすごい。あ、なに、なになに、ガスト、あ、死んだ死んだ、やばいやばい、マグマ落ちた、マグマ落ちた、ガストの攻撃されて、マグマ落ちた、死んじゃった。サドルが、いや大丈夫、サドル2つ持っとる俺。ナッチン、サドルある？1個。よかった、何もなくなっちゃった。じゃあ今日はもうここで帰宅しよう、ちょっぴちょっぴ、ここは今日ここで帰宅しよう。俺のダイヤの保険が、ちょっと帰宅しよう。迎えに行ってあげるね。うん、どこかわからないから、鉄の装備持って迎えに行って。あんまりどこかわからないっけ。あ、あの、あそこにあるよ、鉄の防具はレザーに置いてある。俺が、あの、まだスパイクしてない。うわー、もう最低だ、ガスト、絶対ガストだわ。でもね、鉄の剣がないんだよね。これはもう置いとって、ひえー、あれ、元の場所に戻ってきちゃったじゃん。いやー、もうやめてよ。ここか。何にも持ってないよ、俺。ここにガストいるからだ。剣もない。本当だ、ガストがいる。ガストにやられたんだって、クソガスト野郎が。何にも持ってないし、ダイヤモンド、まあネザー妖怪怖いとこやっぱり。あ、死んじゃ、あ、トッピーが落ちて死んだ。え、俺だけひどい、くそー、くそー。何が？え、剣が。あ、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 やった！ブレイズのスポーザーがあったとこまで戻ってきたぞ。一回まだ捜索してないじゃん。あ、一回ギロマリか。一回すべてギロマリだったの。ギロマリだった。最悪だ。攻略スペシャルとか言って。攻略できねえ。攻略ゼロだよって。もう最悪やん、サドル、俺のサドル。最悪やん、僕のサドル、サドル。悔しい。悔しい。悔しいわ。悔しいわ。うわー、つれえ。一つが。もうどっかわかんない。あ、黒猫の名前とチョッピーの名前が見えた。見切ったぞ。チョッピーたちの場所わかった、俺の場所わかったぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、お前らの方向に掘っていくわ。じゃあ俺、動いてます。おい、動くじゃねえ。ちょっと待って、ちょっと待って、お前らちょっと待ってよ。俺を置き去りにしてる気か。行き止まりだった。黒猫、もう難しいな、ネザー要塞。あー、もう悔しい。こっちか、わかった、悔しい。黒猫、はい、アマゾナイトの方のやつも。あ、アマゾナイト、黒猫アマゾナイト、アマゾナイト、さあ探しに行こう、探しに行こう。あのね、あのね、チョッピーもね、黒猫もね、僕持ってない、剣持ってないからね、全部戦いしてね。分かったよ、これあげるよ。じゃあもう、イエーイ、金の剣やった。あれあれあれ、金の剣、金の剣、
くぞ。僕は腹減ったんですけど。ああ、そうだね。ちょっと食料もちょっと分けてくんないよ。おい、おい、お前ら。おい、お前ら。走るんじゃねえぞ、お前。ちょっと、肉とかいろいろ持ってきたのに。やった。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとう。俺は歩くからな、もう。走らなくていいようですね。マグマキューブうるせえ。マグマキューブ。お、マグマキューブおったよ。マグマキューブやってて。外じゃん、これ。海はまどいし。さっきのところどこ？外じゃん。サドルちょうだい。サドル一個ください。でもお前ら死んだ困るよ。僕サドル。そうやな。そうやな。後でもらおう、後でな。それより早くさ、もうちょっと探すんだって。お前ら何してんの？ブタちゃん。俺ら飯ねえんだからな。俺も飯参加した。てかお前らどっから来たんだよ。もう分かんない。分かるぞ。うわ。もうネザーの構造が単純すぎて分かんない。こっちだこっち。ごめん。こっちから来たんだろ？もう出るの？そうそう。でも出たら行かないよ。もう一つサドルが。もう一個サドルに来てるんだから。おいでよ。ついてきてね。どっちってんだよ。お前分かんない。どっちだよ。ついてきてね。なあ、チョッピー、こっちだって。僕は絶対に。俺が案内するから。はいはい。こっちなんだよ、こっち。こっちに、あれね。あれが倒す、ブレイズ倒すところね。ガストどこ？ガスト。ガストのとこはもう家だから遠く離れたよ。でね、こっちこっち。このまままっすぐ行ったら、あの、最初の宝箱というか神殿っぽいところに着くんだよね。あ、なるほど。で、そっからの、そっから、あれ、どこ行ったんだっけみたいなことを迷ってたんだよ。ここか。そこで、最初の宝箱を見つけたんだよ。なるほど、なるほど。最初の宝箱ね。で、こんな風にして、ここが階段のところ。うんうん。だから、次は、反対側の階段行こう。はーい。ちょっと待って。絶対なんかあるはず。絶対なんかあ、チェストあった、チェストあった、チェストあった。サドル、サドル。何もなかった、何もなかった、何もなかった。あっちにもあるよ。金の剣があった、金の剣。あっちにもあるけど、チェスト。イエイ。金の剣と剣があった。ちょっと、これ壊して。どれ、避けて。知らん、それピッキルで壊せるだろ。この持ってないぞ、ピッキル。俺も持ってない。ピッキル、さっきやられた。避けろ、チョッピー。ここは俺の素手の強引でやってやる。いや、これ壊せるよりも下のチェスト壊す方が早いだろ。はい、オッケー。ちょっと。あ、こっち探索した場所に繋がったわ。じゃあこれ空っぽ。おい、また戻れよ、お前ら。空っぽだ。俺のこっちだ、こっち。くそー。こっちに進むぞ。チョッピ、そっちじゃないって。行き止まりだったぞ。おい、誰か食料送れよ。3つしかない。いいよ、3つで。僕1個食べる。でも、あとの4個しか食べるものね。俺3個やし、食料ゲージ。僕、食料ゲージ4個。食料ゲージ満パンやけん、あげるわ。僕、食料ゲージ4個なのね。なんでよ、俺3個やぞ、お前。余さないと、はい、どうぞ。じゃあ、もう探索全部終わったってこと？違う、ちょっと。こっち来た方だね。こっち。こっち降りた方だね。こっちじゃない？ここがガストの。おお、あれだ、落ち、あ、そこはダメだ、ダメだ。そこ絶対、さっき俺がやられたところだ。違う、違う。だけどそれ、落ちるだけだろ。ガスト、そんなこと。あー、ガスト、またな、ガスト。あ、俺落ちた。嘘だ。プロでさ、待って、マジで僕は死ぬさ、もうないよ。よ、マジで何も残ってねえ。僕たちに残されたのはたった一つの命だった。
マジで、それで終わり。まさかのそれで終わり。しかも僕たちが残されたのはたった一つの苦労でもあった。すげえショックすぎる。じゃあみんな戻ってきて。ちょっと待って、もう探索するとこないし、もう。じゃあ戻ってきて。これどうすんのこれ。まあ一応ネザー攻略は死んだということで。ネザー攻略したけど全員死んだ。だから、ね、だから死んだものは大きいということだね。さっき俺が落ちたじゃねえかよ。ガストにやられて落ちた。同じことやってんじゃねえか。同じだね。そして帰り道がわからない。あ、帰ってこ。今帰ってこ。そして帰り道がもう全部攻略してんじゃんこれ。もういい。どれもこっかせ。そっちダメだ、そっちダメだ、チョッピーそれダメダメ。例の幽体離脱するぞ。チョッピーダメダメそれ。あれ？だからチョッピーだからチョッピー力尽きた言ってるし、もうむちゃくちゃやもう。ああもういいよ、黒猫も力尽きていいよもう。ダメだよ、幽体離脱さえしたらあとは楽になれるんだぞ。黒猫も力尽きていいよもう。だってもうチョッピーもだからそっち行っちゃダメって言ってたんかよ。だって帰り道わからんかった。誰が言ったんだよ、言ったんだよ。チョッピーってなんか俺は助けるために行っただけだぞ。ああ全滅した。黒猫のパーティーは全滅した。黒猫もう死ぬ。ネザー攻略したのかこれ。いや、一応はしてるんだよ。うん、もうだって行くとこないもんね、これ。もう全部は見ちゃったもんね。ちょっとネザー要塞でまだ他にもあるんじゃないか。あ、ネザー要塞、あと上攻略してない。あの時上上がってねえじゃん。あ、残されたのはジョッピーの足だ。やばいやばい、そっちやばい。ガスト。あー、ガスト、そいつにやられたんだわ。こお前やられてる。お前のと。お前のと。あら。あと燃えてる。燃えたろ。僕もそこで死んだ。いけないんだけど。ちょっと幽体離脱じゃねえよ。もう死ぬんだよ。ジャンピー。あー。ガスト。ガスト。くっそー。ガストにやられてまあ、ちょっとの鉄防具は残ってるね。おかえり。俺の苦労したエンチャントの装備全部なくなっちゃった。もうダイヤ剣が壊れた。ダイヤモンドまた取らなきゃ。まあ残ってたっけ、ダイヤモンド。ちょっとは。ちょっとサドルもなくなった。サドルも本当に楽しそうだったのに。でもサドル作れるよ。ラッキが開かないから後から探しとこうね。え、サドル作れるの？うん、革とかで。それ早く言えそれ。お前ダイヤモンドあと7個だけある。7個で剣3つはできるわ。まあよかったってことかな。まあ一応ね、できたしね。カバを買った。お値段ゴリゴリ。あの、カバとおい、お前らが動くから俺なかなか入れねえじゃねえかよ。ただいまー。帰り。あのさ、楽しかったよ。牛の皮どこ？俺は向こうに鉄防具を置いておいてよかったよ。あと風呂も、これ新品だから。とりあえず、スイカ何かスイカ。黒猫の畑の麦を取るぞ。黒猫さん、畑荒らしに来ました。どういう？悲しいね。悲しい。あんだけ準備して挑んだネザー攻略だったのに。まあ、すべては失う、まあ、失うものもあるってことだね。やっぱ自然の力にはかなわないよ。これ何これ？俺だけ鉄防具。はい、もうほぼ生身でございます。ちょっとやめろ、死ぬから。ナウマン。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。初めてのネザー攻略。まあ、お宝は確かにたくさんありましたが、お宝はすべて燃えてしまいました。はい、ありがとうございました。イコール、アンド、ヘッドバッキング。
バッキング。ああ、もうしょうがないね、もうね。せっかく作った大夜景もなくしちゃったしね。次はね、実は黒猫がちょっと遠出して村見つけたんだって。見て、ほら。村の方にも行ってみようかな。ね。で、ちょっと迷ってる時にね、ピラミッドとかいろいろあったから、ね、そっちの方も行こうね。行け。はい。お前ら映ってないよ。はい、ということで、今日はこれで終わります。なんか、納得いかないけど、しょうがない。はーい。黒猫。何？見て。何？何これ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 また下げとるやん。黒猫どこ行ってんだこれ。黒猫、さっき宅配便が来たんで。あ、そうなの。黒猫の家の後ろ。黒猫の家の後ろに宅配便が来とるよ。なんかわけわかんねえこれ。どこ行ってんだこれ。じゃあ、ということでまた今日はお世話にしましょう。つらいな、バカ。困った。